いや、ハロー。こんにちは。はい、現在5月21日の午後4時10分ですね。さあ、気温は 24.6 度。今日、宇治はずっと雨ですね、昨日から。はい、今日はね、ちょっと昨日母は怪我したものの、今日仕事行ってます。で、明日からまたね、うちの母6連休かな ?5 連休かになるんで、ちょっと今日はね、フェイトはお休みして、こうやって部屋でせっかくなんで撮影できるものを見ようかと思ってますんで、劇場版映画、君の声を届けたい。これめちゃめちゃ前から気になったんで、見てみようかなと思います。あとね、ちょっと前にこれ買って忘れてました。照明です。ちょっとこれもね、使ってみようかなと思いますんでね。はい。では、ここから1時間33分の映画ですけども、これまた D アニメストアチャプター4つに分かれてますんでね。チャプターごとにすいません。タイマーはリセットさせていただきます。ご了承ください。はい。では、自己紹介。僕の名はマジ大道芸人、ハマーと言います。一升瓶に乗ってジャグリングをしながらハーモニカ演奏してタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主で、テレビには20本以上出ました。この本の著者でもあり、現在40歳、芸歴14年7ヶ月目のマジシャンであり、大道芸人であり、パフォーマーやってます。でですね、やればできる、これをね、伝えたくて、パフォーマンス活動しておりましたけれども、去年の2月以降は、コロナの影響で事実上の廃業状態がずっと続いててですね、貯蓄を切り崩してずっと生活してます。これいつまで続くねんって感じですね。で、3月終わり頃、バイトエヴァーガーデンをきっかけにですね、アニメに本格的にハマりまして、今日まででついに290作を超える映画、アニメ見てきまして、気づけばこのアニメリアク職人としてね、活動しております。再生数雑魚、うんこですけれども、投稿数だけは誰にも負けてへん自信があるぐらい、めちゃくちゃアニメ見て、むちゃくちゃ投稿してますね。少しでもやればできるんやなと、これを感じていただければ幸いです。なぜかというと、このリアクション配信するにあたっては、とんでもないハンデがありますんで、どういうハンデかというと、もともとここは僕が一人暮らししてた家なんですけれども、2017年の9月ですね、東京にいたおかんがちょっと向こうでいろいろあって、住めなくなって、我が家に来ましたんで、現在ワンルームで同居中、いない時しか部屋使えません。で、現在、緊急事態宣言中でね、うちのおかんの職場もほとんど休みなので、ほぼほぼずっと一緒です。なので基本風呂からやってますけども、もう風呂むちゃくちゃ暑いです、今。冬はマイナス2度を記録しました。夏は38度。9までいったかな、最高。で、膝は伸ばせない、足腰にも尻にも来るという超絶過酷な場所でね、アニメ見てリアクション配信してますんで、ああこいつ頑張っとんなと、やればできるんやと少しでも感じ取っていただければ幸いです。はい、あとはホームページ、SNS 各種、PV ですね、そのあたりはすべて説明文に載っけてます。あとどういった風に過酷な状況でやってるのかとかね、全部載っけてますんでね、ぜひとも、見て応援よろしくお願いいたします。では行きましょう。照明スイッチオン。あ、全然ちゃうな。はい、では君の声を届けたいチャプター1です。3、2、1、スタート。TFC。僕は TFCC 損傷という右手首のね、靭帯痛めたことありますけど。誰が興味あんねん、これ。マッドハウス聞いたことあんな。マッドハウス聞いたことあるぞ。いまいち内容は分からず見ますんでね。あ、江ノ島やないか。江ノ島ですよ、江ノ島。江ノ島、おー、青春豚郎で見たな、江ノ島。ドメスティックな彼女でも見たし、タリタリでも見たな。日の坂海岸駅、これほんまなのかな。よう見るな、この江ノ島の灯台みたいなやつ。ラクロス。ゴーグルがブリンカーに見えるな、これ。ちなみに21分48秒あります。チャプター1。
ユウとナギサね。レモン苦手です。ユウのおじいちゃんは浜須賀建設、ラクロスのアニメかな。お礼言うんや。あ、楓か、こっちが楓か、さっきのがユウやね。あ、こっちがユウやね。あ、さあ、さあね、さっきのがユウやね。これは楓と渚と雫やね。懐かしい響きはね、痛いの痛いの飛んでいけって言わんな最近。言霊ね、言霊。いい教えやね。あ、言霊や。ユウには、あ、ユウじゃない、渚には見えるんか。ほな今の言霊がユウに行くんかな。あ、言霊ユウに届くんか。あ、ほんまにこけたね。ああ、でも助けんのか。
なんでや。ああ、なるほど。王様の耳はロバの耳みたいなもんな。今の少年は誰や？お、渚は高校生でもカエルさんって言うんやね。え？何？渚は言霊を操るってことか、これ。そういうこと？長い、買いたいな、これ。もう面白そうなんやけど、これ。そこはやまへんのかい。ここはどこなんやろ。家かな。ああ、違うな。ビバルデに？
放送室みたいな。ラジオ。コードとは懐かしいな。あれこの曲なんだっけ？ビバルディね。やっぱラジオか。特に楓なんかな。あ、バイトしてんのね。あ、言ってたな。ユウはちゃんと今フォーメーションかなんか考えてたな。あ、雨やんだ。これは青春豚あるで、サクタが走ってた道かな、これ。オープニングで。こんな夜は、ぐらいのとこかな。あ、聞こえてんねや、これ。今の誰？
ほんまに来んのかな、ほんで。今の病院の女の子誰やろ。ほんまに聞こえてたんかな。あ、ほんまに来たんか。お母さん。名前で呼ぶってことは、5歳かな。クアマリンって言ったね。あ、ほんまに来たんや。私のお母さんのミニ FM 放送局です。あ、そう、さっきの少女。100メーターなんや。あ、ほんで病院にいたんか、この子。そう、早いけどあかんよ。うちの実家ですわ。病院やったな、なんか病院というか。さあ、そろそろ終わります。はい、チャプター1終わり。はい、続いてチャプター2です。 D アニメちょっとここはめんどくさいですけどね。はい、3、2、1、スタート。矢沢さん。あ、チャプター2は22分48秒。一緒か。ああ、響け言う方にも2期1割ったら3秒ルール言いたいとこですね。葉月がサファイアに3秒ルール言いたいとこですね。あ、
これなん、あ、鍵かかっとる。何このサーファー？翔ちゃん。パラソニック、おじいとあかねさんの娘やね、さっきのは。矢沢あかね様、これ娘ちゃんがしたら誰やねんこれってなりますわね、これ。娘の声か、これ。言霊。おお、この踏切は。スラムダンクの踏切。さっきの踏み切りってタリタリにも出てきたな、確か。起きた沢が馬で渡った踏み切りやな。不法侵入したものです。
ちょっと泣き顔が、源さくら似てるな。なんなんこの渚バリバリ可愛いやんこれ。ちょっとなんか来るもんがあるぞこれ。あ、そうか、自分でやってる時には聞こえへんもんね。見られへんもんね。この子は言霊を知っとるのかな、じゃあ。シオン。そうなんですかね。九条シオンと同じやね。紫の音ね。無邪気やね、この渚は。無邪気というか、まっすぐやな。むっちゃええ子や。バラバラ
もう渚呼び捨てなじゃん、仲良くなってるね。あえて言うてもた。あ、言うのか。なんかぶっきらぼうや。雫か。ユウも来てるのね。え？楓は呼ばれへんのね、ユウと仲悪いから。聞かせるのか。4人でやんのね。あ、そっか、ビバルディの春やね、これ。
五通か。ん？あ、これがエロ仮面か？お？え、今のはカーディガンが藍色ちゃう？今の。ん？見とるな。カセットテープ。2001年9月12日。なるほど、今の2001年のテープは。あ、ついてきとる。これやね、藍色仮面。これ楓と揉めそうやな、なんか。会では無視せ言うてたもんね。先輩？中原あやめね。見えへんってことね。いちいちメガネ怖いの楽しいな。ジャスラックに申請するってことやな。しもれた。ジングル、ジングルね。うん。もうおはよう朝日ですみたいなやつやん。これ関西しかわからないですね、おはよう朝日ですは。誰これ。ビアコーチ音羽ジーニアス天才ね。
あ、テープね。ああ、と。はい、じゃあ、チャプター3いきます。3、2、1、スタート。はい、21分17秒あります。あ、母ちゃんか、これが。弾き語りできんや。サティ。微笑ましいな、これ。わあ、青春やな、これ。
パラソニックね。まあ、あれ嫁と子供やな、あれは。翔ちゃん、チャラそうやな、見た感じは。相手と鉢合わせか。ほんまに仲悪いんやな、ここ。建設計画のお知らせ。潰れんのか、ここ。あやめおもろいな。
あやめ、ええキャラしてるな。カラオケか。夏祭りかな。多分あやめが彼氏かとか言ってんのかな、これ。ようやったりして。あ、違うか。これ鶴岡かな。あ、ユウの悪口かな。お、ユウの悪口を言われたら腹立つねな、会では。すごいな、雫がすっかり板についたね。ラジオやんのかな。
はあ、えぐいことされてるやん。かけ。優に聞かせるために。おお、みんなで歌ったやつやな。聞いてんかな。あ、音羽が歌ってるのか、これは。あやめおるな。これ気になるな、建設予定地。これは音かな？誰や？なんや？え、今の気になんな。
ユウのおじいやんね、ハマスカ。え、ああ、じゃ、え、ユウのおじいやったっけ？最初言ってたやつね。じゃあ、チャプター4です。27分56秒。3、2、1、スタート。え、誰のおじい言ったっけ？ハマスカ建設。ああ。あ、さっきおとんと揉めたん、これか。お、言うよ。あ、シオは知ってたんや。おお。投げ探しまいたんかい。えらいこっちゃな、これ。呼ばれた。ああ、聞いてたんよね。そうか。
まあ、七光的なもんに見られるわけやな、これ。いや、ええシーンやった今のは。なきさんな、ウォンウェア。ようやったりして。あ、ようや。聞かへんのかい、かいで。気になって見入らへんのちゃうか、これ。ああ、聞くんやな。お、なんて来たんやろ。言うに言っとけ、絶対負けねえから。
気持ちはわかるけど、まあ、ちょっと今のはな、今のはちょっとひどいな。あ、叫ぶんか、ここで。帰る。ああ、もうなくなってもうた。そうか。母ちゃんに届くハッピーエンドじゃないんや、これ。おお、この踏切は。言霊や。え、やってんの？お、どうやって？あ、寺から。おお、そうなんや、機材は。おお、この二人が一緒に。
楓と優がチラシ配ったっていいな。おお、動いた。おお、この二人が手をつなぐとはね。
いや、もうべっちゃべちゃや。そっか、ユウは部長に復帰できたのね。ああ、お母さん、シオンのお母さん、アカネさん。何になったんやろ。あ、DJ になったんや。ああ、声優さん全員分からへんな。三森すず子さんだけ分かんな。あ、シオン高根、ふと。お、野沢雅子さん。梶裕貴さんね。お、音楽、松田明人さんやないか。響けユーフォニアムの音楽担当してはりますね。あ、ホワイトボックス入ってるやん。結城アイラさん聞いたことあんな。Wish is come true かな、最後の歌。
かった。めっちゃ良かったわ、これ。君の声を届けた。これは良かったわ、これ。めっちゃ感動した、これは。うん。これはもう、何で出てきたっけな、なんかね、泣ける映画かなんか、D アニメストア泣ける映画かなんかで検索して出てきたんですけども、めっちゃ良かった。もうとにかくその一言だけです。もう最後の楓とね、あの優の仲悪二人が手を取り合って歌うとかも、あの辺あかん。これもう一回見たいな、ほんまに。超絶良かった。来年フェリーがもし復活したらね、ゴールデンウィークと夏休み、多分まあ、DVD 買うなりして、ポータブル DVD かなんか、まあ分かりませんけども、にして、これは持っていきたい。これもう一回みたいな、これむちゃむちゃ進めたい、むちゃむちゃ進めたい映画になったな、これは。ちょっとシオンが諦めてね、もう最後の方ね、諦めて、なぎさに、まあちょっとまあひどい言葉というかね、うん、かけた後のちょっと、雨の中をね、泣きながら走る姿が、ちょっと青春豚野郎の最終回の場所も一緒やから、うん、あそこもやばかったんですけども、なんかそういうのもちょっとリンクするとやっぱ泣けるなというところが、うん、であともう渚がとにかくまっすぐなのがいい、これは。ああ、よかった、これはよかった。はい、もうこれはもうぜひ見てください。もうマジで、もうものすごくいい。うん。で、ちょっとね、まあ、来週の木金もね、うちのおかん、仕事、木金が基本仕事なんですけども、まあ、今、フェイトは基本、まあ、母がいる間でも、その撮影さえしなければ、いる間でも見れるということで、ちょっとま、木金はどっちかというと、こういう劇場版なり、ショートとかね、一気に見れるものを見ていこうかなというスケジュールを組んでいこうと思います。なので、まあ、この後ちょっと今もう6時前なので、5時50分ですね。なので、まあ今日8時ぐらいになったらうちの母は迎えに行かないといけないので、怪我しておったんでね、昨日。やし、まあちょっと、そういうスケジュールで行こうかと思います。もうとにかくこれ良かった。君の声を届けたい。最高やったね。うん。なぜ僕は数日前に、夜は短き、短し、歩けよ乙女と、これを悩んで、夜は短しを見てしまったのかと。まあ別に夜は短しが悪いわけじゃないですよ。アホすぎて理解できへんかっただけでね、僕が。これはもう最高やったな。うん。もう、なぎさがちょっともう大好き。雪やなぎさ大好き。うん。はい。というか、すいません。興奮してしまいましたけども、最後ね。うん。まあ言葉は大事ですわ、ほんまに。まあ僕もね、ちょっといろいろ諦めつつある時がありますけども、まあこのコロナ禍においてね、もう大道芸ができない、園児たちの前でショーもできない、ね、もう子供たち、小学校でもショーができないという、まあ苦しい中ではありますけども、うん、まあ大道芸人としての魂を燃やして、まあこのアニメリアク職人でもね、もうやればできるを伝えたい、やればできるんですよ。うん。そう、だからアニメもね、まあ僕はもともと、まあちょっとこれはまた別で撮って、動画アップします。喋ります。喋りに。はい。もうとにかく良かった。この君の声を届けたい。もう最高でした。はい。皆さんもぜひ見てください。以上。君の声を届けたい。君の声って。君の声を届けたい。でした。どうもありがとうございました。以上。マジ大丈夫に浜田でした。よかったらチャンネル登録お願いします。それでは。